ガズモデルです。このウクレレはもうね、私のもう右腕みたいなもんで、コンサートサイズなんですけど、ここにカッターウェイが入っていまして、これがボディのすごい大きな特徴で、ここは本当はね、ここまでフレットがある人が手が入りやすいようになってるんですけど、もうここはもう何て言うのかな、このスタイルがですね、意味がないこの加工をすることによって、何これという、そういうここにアートが詰まっております。この見てもらうと分かるように、このトップ材はもう選び抜かれたベトナムならではの、メープル材なんですけど、これはですね、もう一本一本木のね、天然の、模様なんで、皆さんご購入いただくものそれぞれ違うんですけども、世界に一本のこの柄というかね、この木目なんでね、素晴らしい。で、この塗装がですね、G-Labo ウクレレのすごい自慢でございまして、クオリティがすごい高い最強の塗装が施されております。はい、ポジションマークも、これ実はブリッジのこの形と一緒なんですね。形がこのブリッジの形、ガズがデザインしたんですけど、これをその形をポジションマークにこうあしらってですね、白鳥貝の貝でポジションマークが、ありますと。はい、でこのペグなんですけど、このペグはね、ストレートのペグだと思われるかもしれないんですけど、このペグは、6回回すとこっちが1回転するというギア付きのペグでございまして、かなり軽量でですね、こういうウクレレって結構ネックが重くなってこう下がるっていう傾向にあるんですけど、もうすごい軽いです。なんでネックの握りもすごく、引きやすいですし、この弦高の低さがG-Laboガズレレウクレレの特徴でございまして、ものすごい要はこうコードが抑えやすいんですね。弦高が低いので、なのでベテランから初心者様で、これかなり弾きやすいウクレレになってます。はい、これが、ガズモデルコンサートウクレレでございます。G-Labo、ガズレレが、生み出したまさにガズのモデルですから、一番ガズレレ YouTube でも、最も多く取り上げ、かっこいいバージョンでは、取り上げて使っているウクレレでございます。はい、よろしくお願いします。はい、これがG-Laboのガズモデルでございます。